でも僕今んとこ自分やっててなんかやりづらいとかみたいなの全然ないから、これぐらい取り目だろ。取りづらいなんて言ったらお前その日に甘え。うん、呼び出すけど事務所には。告発してください、ボドカさん、これ。いや、本当に3人いるよ、ちなみに。あ、そっち側、うん、いや、本当に。あ、これもうそっちか。なんで今回ボドカさんがコーチか分かった、やっと。なるほどね、外が埋めてくる。そう。やっと気づいたか。と思ってんだよ。本当だよ。悪魔。リドルのドンよ。言い方悪すぎやろ。ドンって言い方悪い。リドルのドンよ。これがヤバいてエグいてってやつですか。何してんねん。これガチで敵に回ったな。やっちゃったな。キッドン。キッドン、キッズのドン。出た。マジでそれにしか俺見えてないからな。いや、イメージ悪すぎやろ。いや、悪くないっすよ、別にキッズのドンは。そうだよ。キッズのドンは。キッズが悪いってこと？うん、お、確かに。そうだよね。どういうこと？キッズは、そういうこと？いや、キッズは悪いよ。悪い。ああ、あいつらは悪い。悪でしかない。マジか。嫌な大人や。配信で、いやもう感度聞いてくんのとか、どうせ答えないし、話遮られるってし、コメント欄あれになるからやめてねって言ったら、うん、違う質問してくるからな。まあまあでも聞き分けはいいかもしんないね。まあ聞き分けはね、感度いくつですか？感度マジで聞くのやめろって言ったら。好きなレジェンドは何ですか？将来性はあるかも。言葉には従ってるから。今いくらあるんですけど、何の武器スキンがおすすめですかね？キッズだな。キッズなんよ、めっちゃ。何のスキンがおすすめなんですか？やっぱりウィングマンの無慈悲の翼。ウィングマン当たらんもん。俺ウィングマン好き。嫌い。大田君はどっち？本当にきつい。どっち？きつい。まあ、いや、日によりきついじゃない。ちょっと待って、一旦考えてやってみるか。いや、僕はあんま好きじゃないかな。いや、でもなんか好き嫌いって個人の価値観だから、否定するようなことよくないかも。そっちかよ。そっちばなんか。囲碁かこれ。囲碁かこれ。そうかそうか。あれなんかそういう将棋か。いや、楓さん一回黙れよって言ってみた方がいいっすよ。カナカナは怖いかもしれないけど、ボドカさんも圧を感じて、ボドカさんでもクズハはいけるって。クズハは心の声聞こえてるって。オッケーです、オッケーです。ちょっと直伝ってことで、じゃ僕がこれで怒られたら、ボドカさんが何とかしてくれるってことですよね。いや、全然直伝の所在は、直伝さんの所在は師匠でしょ、それは。さすがに。チーム名考えなきゃ。チーム名？最初に言ったじゃないですか、それ。え？何にしようね。カダ君がね、あのアコギ弾けるんだよね、確か。弾き語りでポニョとかをすごい上手に歌えるんだって。ポニョ？僕なんか最近、おい、あのカダ君の歌声をたまたま見に行ったのよ。うん。なんかね、すごいうまかった、崖の上のポニョが。どの層相手にしてるの？黙れよ！ジブリで。ジブリでやられる。そう、それにちなんだチーム名いいかもなって。え、ちなみにガチでポニョ歌ってたんですか？ガチで歌ってた。ちなみにすごい気迫迫る感じのポニョだった。しかもどういう、なんか彼本当に崖の上感あるってこと？いや、もう本当に追い詰められて、どうしてそうなったのかわかんないんだけど、ドームなしウルトなし崖の上だったから。限界は挑むものじゃない、超えるものだ。え、だから大丈夫だよ、カイダ君。ああ、チャンピオン取ったら歌ってくれるじゃん。いや、チャンピオン取ったらさすがに歌いますよ。よし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 。てか、お前さっき黙れよって言った？そうだよ、ね、今おい、やばっ、大変だよお前これ。よ、ボドカさん、ね、今ね。おい、グズハ、こらよお前。かわいそうだろお前。もしかしてもキッズ、これもしかしてキッズ、おらんチームに。好きなレジェンドなんですか？おるんだ。ボドカさん、ボドカさん、ボドカさん、好きなレジェンド何ですか？お前、キッズのドンにすんのやめろって、俺のこと。崖沿いで左。それ詰められるわ、多分。ルート入っちゃいますね。オッケーオッケー、ナイスルート。僕は落ちるかも。あ、ナイスナイスナイス。バッテ入れるわ。オッケー、前見てるわ。前一人いた。バッテ前から来てね。
これ前ね、前のやつを後ろから撃つわ。待って待って、そんな、うん、大丈夫、行き過ぎない、行き過ぎない。押していいと思う。押していい、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 押していい。スキャン上がったら、私、いいよいいよ、ゆっくり行こう、ゆっくり。スワップ用のアーマーもある、大丈夫ですか。前出ていい。相手2人止まってる、2人止まってる。いや、もうこれ行っていい、行っていい。クサさん、行っていい。来た方がいい、来た方がいい、来た方がいい。光落ちてる、もうラスト、ラスト。オッケー、両方落とした、両方落とした。ナイスナイス。で、戻ろう、すぐ。ごめんね、ちょっと。いいよいいよ、気持ちわかる。大丈夫大丈夫。下ジム、ここここここ、こいつ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 。これ割れてる、ローローロー。オッケー、あと左にいる。オッケー、ナイス、ジジー。ナイス。いやー、ごめんごめんごめん。いやいや、わかる。ちょっと、爪のあれが。そこをなんかすり合わせるためのカスタマーだから、全然あり、全然あり。ナイス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 。サンキューサンキュー。マジで。じゃあ今日は一旦解散でね、チーム自体は。そうね。じゃあどうする、ポニョどうする、好きな方選んでいいよ。ポニョどうする、確かにチャンピオン取ったけど時間かかったから好きな方選んでいいよ。ポニョ歌うか明日にするか。まあ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 やりましょう。僕もやはりちょっと欲しいみたいな。いや、あのやっぱあまあじゃあちょあの海田くんのポニョ聞いてみんな解散しようか。ほな、いやちゃんと最後まで聞いてくださいよ。これ落ちたりとかしないでくださいね途中で。いきますよ。うん、いきます。ポーニョポーニョポーニョ。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。いきます。ポー判件とかがね、うん、やっぱ他のみんなで聞いてんだろうな。てかあいつちゃんと塩コショウ振ってたな。振ってたよね。もう落ちないでくださいねって、もう下準備完璧だったね今。美味しいとか思ってんだろうな、うん、美味しい美味しいって、もう塩コショウ振ってか食べてる多分。ポニョにポニョに塩コショウ振って食ってら、うん、いきます。ポーニョポーニョポーニョ、魚の子、青い海から。あこれ配信どうなってんのやろ。カエさん、カエさん、ボロガさん、モンドさん、モンドがこれできてんのがおもろいわ。はい、ということでね。あ、面白。このチームおもろすぎやわ。